実はその英検2級っていうことなんですが、よく私のところで海外に語学学校に留学される方に英語力を書いていただくんですね。ご自分の英語力はどのぐらいですか、初級、中級、上級とあるんですが、英検2級を持っている方は中級に丸をされます。で、海外では英検2級は中級ではないです。初級レベルです。ですけど日本だとなんか英検2級が目標、英検2級が取れれば OK というような、そういうふうなこうイメージがあるんですが、実は全く違います。で、それではこれからちょっとじゃあ海外のそのレベルっていうことをお話ししたいと思います。で、その先ほどのセファールですけど、このセファールのレベルに合わせてそれぞれの海外の英語の外部試験がこう、基準を設けてるんですが、まず TOEIC、TOEFL、IELTS、 大体この3つが日本でよく言われているその海外の英語の試験なんですけれども、簡単にちょっと特徴を説明させていただきますと、 TOEIC というのは日常の場面とかビジネスシーンに使われるような英語力を示す試験です。で、実は TOEIC って4技能の試験なんですね。ですけど日本人はスピーキングとライティングのテストを受けると点数が下がるので受けないんですよ。だから皆さん TOEIC ってリスニングとリーディングですよねっていうふうに思われてるんですけど、本当は違うんです。だけど日本ではもうリスニングとリーディング、勉強すれば点が伸びる、その試験がもう大体主になっています。受ける人がもうほとんどいないんです。ですけど海外では普通は TOEIC って言えば4技能です。で、今岡山大学さんも大学1年生と2年生が必ず TOEIC を受けるようになっていて、で大学でもとにかく TOEIC、岡山大学さんだけじゃないですけど、もう日本全国の大学が今 TOEIC っていうふうに言われてますけれども、それは企業が就職の条件として TOEIC のスコアを出しなさいというようになったから、そういう流れがあるんですが、TOEIC っていうのは990点満点なんですね、リスニングと、リーディングで。ですけどその990点とか取っていても全く英語が喋れない人も実際にはいます。それはもうお分かりですよね。スピーキングとライティングのテストを受けてないからです。そのための勉強していないからです。 ですので、TOEIC も結構ちょっと怪しいといえば怪しいテストですよね。で、次にTOEFL、IELTS ですが、TOEFL というのはアメリカとカナダの大学に入学するため の必要な試験です。で、TOEFL は今IBT といってコンピューターでテストをするようになっていますし、で内容はアメリカの大学の授業についていけるかどうかを試す試験なので、かなりアカデミックで、いわゆるこう大学生が一般教養でやるような内容を英語で試験するというものなので、かなり内容は難しいです。で、さらに、TOEIC はインテグレーティッドといってリスニングとライティングを組み合わせたりとか、とリスニングをして、リーディングをするとか、そういう、 4技能がこう組み合わさった試験も入ってますので、かなり高度です。で、次にTOEFL なんですが、東京大学と京都大学が推薦入試を始めましたよね。で、その推薦入試の条件には TOEFL のスコアっていうことがもう書いてありますので、やはりその本当にレベルの高い英語力の生徒を求めている大学は結構 TOEFL を重視すると思われます。で、じゃあ次の IELTS ですが、 IELTS はブリティッシュカウンシルが主催をしているテストで、主にイギリスの、イギリス系の大学に入るための英語の試験です。ですので、イギリス系なので
イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、そういったところの大学を目指す生徒さんはこの IELTS の受験をしないといけないです。で、IELTS は全部ペーパーです。ペーパーなのでもちろん綴りも書けないといけません。で、この IELTS は TOEFL とこうちょっと違っているのが、そんなにこうアカデミックというよりも教養とか知識を試すような試験なんですね。ですので、例えばナショナルジオグラフィックとかご存知でしょうか。結構生物系の話も多いんですけれども、理系の話と文系の話が両方出てくるんですけれども、そういったこう、海外 その知識人たちが読むような、そういった雑誌に出てくるような話題がテーマになることが多いです。ですので本当に幅広い教養が必要になってくる試験になります。で、その英検なんですが、先ほど の表で見ていただいたように、いや英検ってそんなレベルがそんな高くないのかっていう、そういうこともあるんですが、私はその日本の小中高校生にはまずは英検を勉強するように勧めています。で、それは日本の学校教育と英検の内容っていうのはすごくこう内容が近くて似ている部分が多いんですね。やっぱり日本で作ってる試験なので、ですのでやっぱりその生徒が取り組みやすいですし、で、その英検をこう勉強していくと、こう級ごとに出てくる文法内容やボキャブラリーがもうある程度決まってるので、そのレベルを上げていくのが目標としてすごく分かりやすいんです。ですのでまずは英検の勉強から始めて、一応4技能にはなってますので、英検から始めて、で英検2級まで来たら、やっとIELTSとかTOEFLの勉強ができる入り口に来たねっていう、そういう感じです。で、そこから上はやっぱり英検の準1級ですとか、TOEFL や IELTS の内容を勉強するように、そういう指導をしています。で、じゃあその基準っていうのが、どうなのかっていうことなんですが、海外の大学がそれぞれ大学によって留学生に対する必要な英語力の基準っていうのを設けています。ですのでまずはその基準を目指していくのが英語力をこう高めていくいい目標になると思うんですね。で、大学によって入学基準はもちろん違いますが、こう大まかにざっと言いますと、そのカレッジとかで TAFE っていうのはオーストラリアの公立の短大のことなんですが、短大レベルであれば TOEFL でだいたい60で IELTS で 5.5 ぐらいですね。ちょっと低いです。英検2級よりはずっと上ですけど、で一般の大学になりますと TOEFL で80から90、IELTS だとだいたい6.0から6.5ですね。学部によるともう 7.0 っていうところもあります。で難関大学はもちろんそれより高くなりますし、でカナダの大学っていうのは他の国の大学よりちょっと英語力の基準が高いんですね。ですのでカナダの大学に入るのはちょっともうちょっと難しくなります。で難関大学の中に例えばハーバードっていう、皆さんよくご存知のハーバード大学ありますけれども、実はハーバード大学にはそういうTOEFLのスコアを提出なんていうものはないんですね。で、これはつまりそのハーバードを受験する学生さんであれば TOEFL なんてほぼ満点で当たり前、今更そんなもの別にスコア出すほどの必要はないよと、そういうような大学もあります。ただこの入学基準っていうのはなんとか授業についていけるだろうという、最低レベルなので、ですので、そこからさらに英語力を上げていかないと十分授業についていけるようにはなりません。で、じゃあ、どうすればそんな高いレベルに上がっていくのだろうかと、そういうことなんですが、実際私が指導している内容なんですけれども、
まず4技能をバランスよく学習する、まあ当然のことですよね。で、ただ問題を解くだけとかそういうことではなくって、やっぱりその常に生徒に英語を喋らせる。例えば問題を解くときもよく高校生とか男の子なんか特にもう不愛想なので、なんか、はい、Tell me answers とか言っても A、C とか答えしか言わなかったりするんですけど、そうじゃなくってその英文全部読んでって言って、必ず口を動かして英語を喋らせるようにしてます。そうすると英語を喋らせると発音が違ってるのも直せますし、今 S 読まなかったでしょ、ちゃんとね、例えば Likes の S まで読んどくっていう風に、そういうこう喋る基礎がついていくので、必ず英語を喋らせます。で、発音指導っていうのは本当にすごく大切で、センター試験の1番2番に発音アクセントの問題ありますけれども、そんなものわざわざじゃあ発音の勉強しようなんていうふうにはもうやらないんですね。面白くないし生徒だってやりたがらないので、ですので普段その単語テストをしたり単語を覚えたり、それから英語を読んだり、その中で出てくる単語を常に常に正しい発音に直していく。でアクセントもその都度こう大げさに言って教えておく。そうすれば別にわざわざそんな問題演習、発音問題なんかやらなくても生徒は身についているので、と十分発音指導はできます。で、あとその背景知識なんですが、例えば準一級レベルぐらいの英文を読んでくると、学校の教科書では習わないような海外の話題がたくさん出てきます。で、背景知識がないことを英語で読んでも、もう何のことでしょうかみたいな、全く内容が読み取れないんですね。ですので、もうまずはその背景知識から教えて、でそれから英文を読むっていうふうにしています。ですので背景知識ものすごく重要です。で、例えばアメリカの南北戦争の話とかが出てきた時に、ゲティスバーグだとかなんとかこう出てきた時に、南北戦争って何ですかっていうような生徒にそんな本、そんな話を読ませても全く理解できないので、やっぱりそういったことは事前にちょっと教えてあげて、でそういう話だからっていうだけで、あーあーあーってこう読んだ時の理解が全然違いますので、やっぱり背景知識があるものは内容も読みやすいです。あとその日本の学校教材っていうのはスピーキングにはもう全く使えないですね。で、それはなぜかというと考えさせる問いが全くないんです。で、英会話っていうのは自分の考えを、自分の意見を言うことですよね。で、うちでは海外の教材を、語学学校とかで使って教材を使ってますけれども、海外の教材っていうのはもうやたらと What do you think? とか Why do you think so? とか、でそういう、こう問いがしょっちゅう出てくるんですね。だからその正しいとか正しくないとかではなくって、その考えを述べなさいっていう、そういう作りになってます。ですのでもうスピーキングの指導にはやっぱりその海外の教材の方が使いやすいと思います。で、実際に教室で指導される場合にはやっぱり教室の中に英語を話す雰囲気、やっぱりそれがまずないといけないと思うんですね。で、先生が英語を喋らないのに、じゃあ生徒にあんた英語喋ってごらんって言っても、そう絶対喋らないです。で、うちなんかでも、もう生徒が入ってきたら、あ、ハロー、ハワイユーとか、まあ、もう本当に常にこう英語を喋る雰囲気を作ってるんですが、特に高校生ぐらいになると、あんまり喋らないですね、男の子特に。で、私がしつこく、ハワイユー、ハワイユーとかって言うと、グッドとかってちょっと言ったりするんですけど、やっぱりその繰り返しで、なんか、グッドだったのが I'm good and you とか、そういう風になっていきますし、で生徒からは本当に最初もう全然アンサー返ってこないことが多いですけど、それでもやっぱり
何かにつけ英語で話してあげる、ちょっとしたことも英語で言ってあげる。そうすることでなんかあイエスノーだけでもとにかくこう生徒はやっぱりこう英語を話すように、そういう雰囲気作りをまずしていくことが大事だと思います。